皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は、前回、寝ながらインナーマッスルのトレーニングをするっていうふうな方法をお伝えさせていただいたんですけれども、患者様からなかなかちょっと横になる時間がなくて、横にならないバージョンで何かやり方ありますかっていうお声をいただきましたので、今日は、座ってドローインお腹に力を入れるトレーニングの方法をお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。では椅子にまず座っていただきまして、よいしょ。でしっかり骨盤を起こします。よいしょ。起こした状態で大きくまず鼻から4秒かけて息を吸っていきますね。吸って、でお腹を膨らませていきます。で口から吐いていきます。これ8秒で吐いていきますね。4秒で吸って8秒で吐く、こんな感じです。もう一回いきますね。鼻から吸って口から吐きます。で8秒吐いたら、ここでこのままお腹がぐっと硬くなった状態で5秒間キープです。3、4、5、はい、こんな感じで、まずしっかりここ骨盤がこう後ろに倒れないことと、しっかりお腹をぐっと力入れて、このおへその下をぐっとへこませるようなイメージでぐーっと力入れたまま5秒間最後キープ、これをやっていただけたらいいかなと思います。鼻から吸ってお腹を膨らませて、口から吐く、で吐いて吐いて吐いて、でお腹へこませていく、へこませていく、へこませていく、でここでぐーっと硬くなったこの状態から5秒間キープ。4、5、はい、こんな感じで座りながらやっていただけたらなと思いますので、やってみてください。はい、ではこの動画がためになったなと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。